見れば見るほどです。まあ、先ほどのニュースにもありました。おくるみボーイさん、じゅんちゃんからもいただきました。国境なき主婦団さんからも、ーカルトカンペイさんからもいただいております。千田半島子さん。大政商店車両部さんからも、ディープ素人さんからも、ギリギリイヌー,ピーさん。えー、さらに、ナースのナスさんからもいただきまして、ラジオダイソーさん、ポレ、 ポレポさんクッキーさんドラム缶王さんプクのおばさん、えー、さらには国境な騎手がいろんな方から頂い,いておりました、はいえー、こちらの方は井上吉さんも今日は会社でめったに話さない人とも話しましたというのはめったに話さないけれども、はい、おい人質どうなるというような話うね<え>気になりますねはいこれ21日の時点の話ですけどもね、えー、話しましたこの2人の人解放に向けてお金を払うべきか 払わないべきかで、議論のようなことがありました、出入りしている運転手も含めて6人、払うか払わないかを話しましたが、全員払わないという意見でした、全員が自己責任、入りすく入りたんだから仕方がないという意見でした、もし自分の子供でも仕方がないという意見もありました、もう自分の子供のでも,もええー、とこれは。という人もいたとああ本当に自分の身内だったら、僕なんかはうろたえると思いますが、やはり身の代金を。 払うイコールテロに屈したという意見が多かったですと、まあ、こちらの方の会社では、うん、ナイスのパパ改め、占領同家のバギーさんから、身代金支払いの期限が明日のということ、今日になりましたか、もうそうするとあの今、政府が見ている、はい、ところでは、そうですね。うん、これ22日にいただきましたから、はい、明日と書いてあるのは今日ですね。14時半だそうです、僕は絶対払う必要ないと思います。ね、イスラム国にに捕まったたこの2人に腹立たし しくも感じままますす迷惑極まりないいと思一人は自分で立ち上げた軍事関係の会社の業績のために知り合いりしているやはり民間とはいえ軍事産業関係者が紛争地帯に入ったら、うん、入って だなら何か何されても文句は言えないでしょう生きるも死ぬも自分で何とかしてほしいあと一人はジャーナリストジャーナリストと言っても千差万別と思いますがこちらも紛争地帯と分かっていて統治しているなら前者と変わりないと思いますしかも現地の方に注意喚起されても一旦なっ だったら、うん、もうどうなっても知ったことではないと思います。えー、それからと、あと、同じくこの方も、何枚もこの意見をね、あの書いていただいて、バギーさんですが、えー、それからのぼりり、坪井良太郎さんからいただいておりますが、拉致された後藤さんや湯川さんのことをわざわざ危険なところに出かけて行って、迷惑なことをしたと非難する人がいますが、危険だから、他の国のことだからと、日本から かかからら誰も出かけなかったら世界の人たちから日本人は日本人は自分や自国のことしか考えない国民性だと罵られ、えー、たりします、えー、そしてテロに対して、えー、身の代金を払うのは言語道断ですが彼らを非難するのはやめてもらいたい世界に飛び出して自分、えー、見聞を広めそれを日本や世界の人に発信し日本人の気概を示すこれこそ吉田松陰先生や 坂とと同じ思いだと思いいだます生きながらえてくれればどれほど他の人の役に立つか分かりませんどんな手段でも良いですから救出してほしいと思いますかなり難しい様子ですが 鈴鹿の飛行士さんからいただいております今回寄せられるコメントに自己責任とか身代金を払うことは彼らの軍備を協力することだから絶対払ってはいけないとの多くの意見を聞きなんだか悲しくなりました湯川さんは軍事関係だからあまだしもですが後藤さんはジャーナリストですこのような人がいなければイスラム国のような事件の際情報を得ることができませんそんなジャーナリストに対して自己責任と簡単に言い離す詰め きたたいい国にななっってししままかととと思うう悲くりすご意見、えー、もどどんんん読んでいきますよ水玉星さんから拘束した2人の日本人を殺害するぞの映像がありましたが1人は紛争の現状を多くの人に知ってもらって何とかしたかった人もう1人は紛争をビジネスのチャンスにしたかった人真逆な考え方の2人ですねと。 極楽の建造さんからいただいております。その昔どこかの国で首相が人命は地球より重いと言ってテロに屈して世界世論から非難を浴びたことがありましたが、これまでの安倍首相の性格、信念からすると表立ってテロに屈することなく、えー、他の解決策を模索することだと思いますが、オレンジ色の服を着せられてひざまずかされた二人の映像を見ると、今回はなかなか難しい選択 をセザルを得ないと思います。それからとアバレンボウ校門さん安易にかん安安易に海外に資金援助することが危険につながることを思い知ってもらいたいですとまあ日本政府に対してのまたご意見もある。 それから名前がない方、直筆で、臨戦で書いていただきました。イスラム国の日本人拉致について、皆様のご意見いろいろですが、10年ぐらい前、九州の学生さんがバックパッカーであの辺りに行き、拉致され、残念ながら殺されて、インターネットで流されたとき、彼は何の言い訳もせず、無残な最後を遂げたのに、日本のマスコミは揃って、あんなとこに行くからみたいなことを言いました。家族にも 腰をかけるようにガンガン取材してお父さんがお騒がせして申し訳ないと言ったのを見て涙が流れましたき、えー。気の毒すぎて涙が流れました。今回はなぜあんなにあえて言った人たちに同情的なんでしょうか。 この人は前はひどかったけど今は同情的だ、うん、さっきのお便りからすると同情的でないお便りも随分ありますのでまあ、はい、ちょっとそこはまああの以前のその時にも、はい、あのいろんな意見が聞きました、うん、マスコミだけが騒いではいたわけでももちろんなくてこの番組にもいろんな方のいろんな意見っていうのは同じように届いていましたけどもはい、うんはい、彼らから彼らからしかあの辺りの情報を得られない政府の不甲斐なさ外国のニュースの中で日本は あの辺りの国と連絡を取る手段を持っていないから他の国の力をかりんと解決できないだろうと言ってましたが、これからは北朝鮮の拉致も、これは北朝鮮の拉致も解決できないと。 いうことで、なめられていると思います。早くこちらも全員返してもらうようにと。まあ、この人は、そういった拉致されたり、なんかされた人、はい、北朝鮮の問題も全部含めて、気の毒なことやな、ということですかね。あの、前のその2003年の今、この方が書いていただいた、はいえー、日本の若者があちらで拉致されて殺されたということですけれども、うん、まあこの時も日本政府が48時間以内、 にというようなことでありましたけれども、あの、テロリストとは交渉しないという立場から、犯行声明から5時間後に、ええー、まあ、自衛隊は撤退しないと。自衛隊を撤退させろという、うん、そういう時期だったですね。はい、イラク戦争の、あのあたりですが。でももう、テロリストとは交渉しないというとこ、ここはちょっと今と違ってませんか、うん、なんとかチャンネルを通じて、なんかしようと、これ、交渉ですよね、今ね。うん で当時の小泉さんの時なんかは、テロリストと交渉することは何もないという、はい、そういうような空気だったです。空気というか、はいまあ、小泉さんの気持ちであったということですね。うんえー、それから、あの200年、2004年同じくですけれども、そのことについて福岡県を訪問中の、えー、皇太子殿下は、あの、イラクの青年が、 ね、イラクで、えー、この福岡の青年が殺されたことについてあの福岡県知事に対して「大変残念な結果でありました」「ご家族にお悔やみを言ってくださいと」とまあ、うん、この皇太子はそういうお言葉を述べられたということでこういった時からもいろいろ 今までもあったわけで、その時の空気であるとかね、はい、いろんな人の発言、流れみたいなものは、もう一遍ちょっと振り返る機会となりましたね。はい、三度の飯よりラジオ好きさんということで、今小泉さんの話が出ましたが、安倍総理の強権外交の責任だという意見がありましたが、そもそもは小泉純一郎氏が、 あのブッシュ元大統領、古ブッシュと書いてあります。お父さんも大統領だった。二代目の方ですね。古ブッは小ブッシュ。はいはい。大ブッシュ小ブッシュ。ええ、古ブッシュ、古っ子供の子ですよ。亡くなったいうことじゃないですよ。はい。小ブッシュ元大統領の口車に乗って、中東問題を賛成したことが。親日家の多い中東に、日本を敵視する。勢力を生み出す環境を作ってしまった。これを安倍総理が。 さらに刺激してしまったということがあって、元の原因は小泉さんと違うかというところまで、あ<ー>まあさっきの青年の話やら、はい、ところからずっとこうね、うん、ポツンと今あることだけではないぞと、はい、いろんな流れの中に今があるというところまで、まあ皆さん方のご意見はね、はい、今週ずっと寄せられておりました。はい、えー、松子デッカイスさんからもいただきました、イスラム国との、と交渉する道がないと政府は言ってますが、そしたら身代金はどこに 払うの振り込み宅急便でやって払うのというこういうとこ一つも僕らは全くよく分かりませんわ、はい、かりませんけれどもこういうことも含めてやっぱり交渉はねせないいかんですよね、はい、何にしても払うという方法もだけでも知っとかなあかん払う払うは別としてもねうん。うん うん、テロリストとの交渉することは何もないということが前のことでありましたですけどもね。その断固たる意思みたいなところの発言で払わないぞいう交渉はしてたと、はいね、払わないにしてもあるとは思うんですがそこでまあいろんな人の名乗りが出てくるのが昨今ですね。 今回、そこにですね、政府が依頼したわけではないんですけれども、民間の人が交渉をするとかしないとかっていう話になってきてるのが、ちょっと今までのいろんな事案と比べると、特徴的かなという気もしますけどね。それはもうやっぱりね、できたばっかりの国と言い難いですが、向こうが国だと言ってますからね、あえて国でしょうけれども。 だってアメリカ、フランス、スペインとか日本は昔からのつながりがあるところはチャンネルはいくらでもあるし、払い方どうするみたいなものもなんとかね。この昨の今日できたような国ですと勝手に言ってるところとは、ですね、うん、本来やっぱりチャンネルもないはずですよね。はい、そうするとあの たどいろんな人をたどっていけばそこにたどり着くような道は必ずあるはずですから、うん、やはり民間からもいろんな声がが今上がってるようですあの同志社大学のね、うん、あの先生とかですね同志社もあれですね割とあの新島城さんのキリスト教の学校ですがイスラム教にも詳しい人もやっぱりいるなという感じがしましたですけど、ね、はいど 元もっとナー隊の教授でということです。というような人やら昨日この番組出てきたのはアントニオ猪木もその中のチャンネルの一つではないかとディスナーさんからの提言もありましたがはい、はい、言ってましたですよね。 えー、もうカルデアネスの板というのをご存知ですか、船が難破したとき、その板切れに2人が捕まると、板が沈んでしまう場合の緊急時には相手を突き放してでも罪に問われないということ、今回の2人と身代金240億で、えー、このようなこの、ね、犠牲者が次の犠牲,犠牲者と比較すべきだと思いますと。ここれを払うことによってまたあの テロリストたちの資金源となって、そこでまた多くの血が流されるのであるならば、二、うんうん、人の命はしょうがないぞと,とい,うまあいうご意見とかそ,、ね、そこがそういうふうに割り切れてしまえれば、うん、まあいいんでしょうけど、そこができないところに今ね、どうするという話が出てきてるわけですね。 意見ががあるでしょうが、まあ、私としてはあのも分かりあの、いわゆるどういうことより、まあ、かわいそうやな、かわいそうやなということで、うんなんとか助けれんも、あの命って一回なくなったら終わりですけどもね、ここによって日本が、ですねいろんな、あのうん、日本はどんな国だと言っても、あとでなんとか修正できるだけです、命はなくなってしまうと、もう。う 取り戻しできへんしなというような、えー、こともあるんですがねあのこういう事態、やっぱり日本はそんなつもりはないんだって言っても、国際的に、うん、まあ向こうはそれこそもう非道な人たちなわけですから、うん、こっちの論理は全く通用しないんだっていうことですよね、うん、だからそこをどう考えるかってい、うん、そんなつもりはないから、向こうがひどいんだって言ってれば、それで終わるのかっていったら、終わらなくて。うん ねえ向こうのその論理にある程度だから私たちは行動していかなきゃいけないわけですから、はい、ねえさまざまなご意見が今ご紹介できたなあと思っておりますゆくくじくる十時です 親も口が終わろうとして新しい11代がやってこようとしておりますけれども、いろんなご意見がありましたですね。その、まあ、この人質に対して、まん丸まふかふかうさうささんからいただいておりますけれども、自国の、自国民の生命の危機があるときに政府が保護を行うか、えー、恣意的に適用するということは許されません。自然災害にあったときに自分で災害に備える自己責任を行っていなかったので、救援しない。ある 地域が他国から侵略支配されても住民が抵抗活動をしない自己責任のために安全保障の適用外そんなことを言う政府があるならばそれは国家としての底を。 なししていいいととううことでしょうただし、今回の事案に政府が身の代金を払う必要はないと思います。と。まあ、このことを、こういうご意見ね。うんうん、そもそも、正式な交渉ルートを指定せずに動画を公表しただけで、一国の政府と交渉を行おうとするのは国際ルールから外れています。テロリストに対しては強硬な姿勢をとって叱るべきと考えます。ただし、現在の日本政府にそれだけの情報収集能力と実行力があるのかは疑問ですけれども、というご意見。はい政府と そして払う払わないの選択というのはこれからあるだろうけれども、うん、それに関する理由は自己責任だからということではないよというご意見でしょうね,ね、はいうん、自分の顔をかぶった狼さん払わないどころか払っちゃダメです以前イスラム国に拉致されたアメリカ人が殺された事件がありましたその時にその捕まってるアメリカ人の身内がミノチ金の募金をしようとしたら政府から止められたそうです今回の、うん、人質事件で日本政府がもし身代金を払ってしまえば 日本人は金になると次から次へと日本人の拉致誘拐が起きるのは必至でしょうということですね、うん、これはまあみんな心配していることです、はい、ただ今までのュニュース見てますとね、ええ、ほとんどの場合、払ってますね、日本は裏では払ってないと言いますけど、ええうん、裏では表では払ってないと言いますけれども。<laughs> はい 裏では何か払ってるぞいう、はい、あの,他の外国諸外国でも日本だけがそうないうわけではなくて、うん、諸外国でもそういう例はあるみたいですけどカンガルーのルーさんお金を出すつもりがあるならも,もう外務副大臣が持っていってると思います交渉してもらうのはトルコじゃないですかこれまでもフランスやスペインなどの依頼も受けてか解放に成功してるようですから身代金という名目ではなくトルコ政府に仲介してもらって お礼という形で相手にお金が行くのではないでしょうかねと、まあ、こういう名目の付け方もあるかも分かりませんね、うんうん、これは犯人に払った犯人というかイスラム国に払ったんじゃないトルコにお礼をいたしましたと、うん、よくやっていただいたトルコはその金どう使おうと分かりませんがというものルートでどういうことですか、はい、ユニコ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 ,ニコ 10時です。 浴場カメラマンさんは理屈抜きで助けてあげましょうよ。私自分の子供たちがどんなに間違ったことをしても私はそれでも子供たちを愛しております。うん、それからこちらハーナ・コークさんからも避難している方々の気持ちはわからんでもないですが命というものは大小関係ないです。助かることを祈りますということです。うん、まあ私もどっちかというと甘いと言われるかもわかりませんけれども例えばあの極悪非道な犯罪を起こした人間が 死刑になるというときでもあの、命は大事だからというようなことを言うじゃないですか。 死刑、死刑反対という。無茶苦茶悪いことしたやつですよ。うん、ねえ、何人も残虐なことで殺して死刑になる。でもやっぱり死刑はね、あかんと言うんであるならば、議論が沸き起こるならばこの二人はどれほどのことをしたんやろうという、はい、あんなもんあかんやないか、あんなことしてというんやけど、うん、その死刑囚でもなんか命助けたりやという沸、うん、き起僕の中,、まあ、中ではね、うん、それほど悪いことをしてへんぞというのが、まあ、はい、僕の中で。 中の尺度ですが、ねね、まあ叱られるかも分かりませんが、はい、そんなふうにまあこんな意見もあるということでしょうけどね。だからね、うん、あの両方そうだなと思うから終わり切れなくてどうしようって悩むわけなんですよねう。というようなことで今週いろんなお便りもございましたがね。はい、さあ10時になりまますととた話がコロッと